来たか。さあ、早く席に着きたまえ。では始めましょう。おはようございます。昨夜はよくお休みになられましたか？それは何よりです。時にドクター、私は今朝は食欲がない。いや、ただの気分だ。必要ない。いいから君の結論を聞かせたまえ。誰を選ぶのかね。それを聞いたら私は休ませてもらう。ドクター、無論すでに決めてきたのだろう。おお、それは？ああ？お待ちください。ジョークを言う場面ではありませんよ、ドクター。私はこう申し上げたはずです。クリス、ジェーン、ディアナ、ミレイの4人から選べと。それ以外のメイドは紹介しませんでした。単なる反抗心と解釈してよろしいのでしょうか。そんなこと本気で？これは傑作だ。シルビー、これはどういう余興だね。わかりません。すぐに計算をやり直します。まあ、こんなものだろうとは思ってたがね。私は正直、初めから半信半疑だったよ。一体どこでこんな印象？やはり例の研究を進めさせるしかなさそうだな。シルビアーナ、あ、いや、灰色の医師の眼弟子よ。かつてアーネン・エルベが求めた術はこの程度なのか？失礼します。血相を変えて出て行きよって。あ、ドクター、医者が欲しいのは本当だ。ヘレナだろうが誰でも構わん。好きなものに身の回りの世話をさせるがいい。なんなら辞職してここを出ていくかね。私は別に引き止めるよ。私としてはここで働いてもらいたいが、もっ
ともその場合、敵の階級は使用人だ。今までと同じ待遇は受けられない。具体的にはそうだな、アントニオよりも下だ。話には聞いてると思うが、君の前に勤めていた医者もその階級だった。それでもいいならここに残りたまえ。ディアナ。はい。見ての通りだ。シルビーの代わりを頼む。承知しました。部屋へ戻るぞ。はい。ドクター、どうやらここで一生を終えたいようですね。何も知らずに過ごせれば確かにここは楽園です。そういう選択があっても不思議じゃないでしょう。どうぞ夢の中でお過ごしください。階級の移動に関わらず、私たちは今まで通りにドクターと接することにいたします。それがあなたの夢のお手伝いになるのなら。やりなさいよ。この私を袖にしたんだから。ヘレナ、とってもいい子なんで可愛がってあげてくださいね。Bye.
白い夢を。おはようござ、にゃいたたたた、ところに服を脱ぎ捨てて転んじゃいましたよ。おはようございます。朝食お持ちしました。冷めないうちに食べてほしいです。私じゃダメです。